サービスエリアとは、日本の高速道路などの道路休憩施設の一種。SA と略記される。設置間隔は、おおむね 50km おきに設置される。なお、イギリスやアイルランドでも高速道路上の類似の休憩施設を、モーターベイサービスエリアと呼んでいる。エビナ SA 航空写真。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成員 ASA の建物沖縄県国上郡近町で撮影高速道路などでは一般道路のように一時停車することができないことから連続運転で疲労した利用者に休憩やサービスを提供するために基本的に50から 150km 間隔で設けられる施設で一般にパーキングエリアよりも規模が大きい 休憩、食事、自動車の給油、整備点検が主なサービス提供の中心で、一般に駐車場、トイレ、無料休憩所、緑地、遊具施設のほか、レストラン、売店、情報コーナー、ハイウェイスタンプ、ガソリンスタンドなどが設けられるのが普通である。各地の SA ごとに、その施設対応は様々で、ドッグラン、コインシャワー、コインランドリー、ファックスサービス、 中には入浴施設、宿泊施設、ヘリポートなどが設けられているところもある。2000年代頃からでは、マクドナルド・スターバックスなど、チェーン店を導入したり、売店の代わりにコンビニエンスストアやドラッグストアを導入する SA がある。レストランとスナックコーナーを統合して、フードコートスタイルにしてる SA も多い。パーキングエリアよりも規模が大きいことが普通だが、 PA によっては SA 並みの規模を持つところもあり、海ホタル PA やワーツ PA、菅尾 PA、ハブ PA、三好 PA、四水 PA、カリア PA、草津 PA、木山 PA などがその例である。なお、東京都、京都府、長崎県に SA は存在しない。また、山形県、鳥取県、島根県にネクスコが運営する SA は存在しない。 設置と運営なら県、柏サービスエリア本設では SAPA に共通する道路サービス施設について記述する SAPA は道路の一部として道路管理者により開設され、まず道路管理者が駐車場やトイレなどを設置する。そして各休憩所、給油所及び自動車修理所を運営する事業者が個々の判断により専用料、 または連結料を負担して設置、運営する。従って駐車場やトイレなどは道路管理者が直接管理し、事業者は SA そのものではなく個々の道路サービス施設を運営しているというのが正しい。トイレがわざわざ道路サービス施設とは別の独立旨とされているのはこのためである。このような形式をとるために道路サービス施設の設置対応は 様々なものとなっている。例えば、豊坂サービスエリアは SA でありながら駐車場とトイレ以外には設置されていない。また、新い PA のように PA 内には駐車場しかなく、道路サービス施設を設置する代わりに、道の駅等への連絡路を設置しているエリアもある。事業者かつては、1967年の建設省道路局長通達に従い、 高速道路の道路サービス施設は一括して、同一の専用主体に専用を認め、例えば日本道路公団の路線では、初期に開設されたエス s a の全施設と、名神高速道路上の給油所が、公団直轄だった点を除くと、一般有料道路上のものを含め、すべて財団法人道路施設協会が独占して、設置、施設営業やテナント契約を一手に引き受けていた。なお 他の道路関係公団においては、以下の通り。猪瀬直樹ら一部の評論家や研究者や、ジャーナリストによって、次第に事業独占の弊害が強く指摘、批判されるようになった。その最初期の対応策として、1997年10月28日の建設省道路局長通達により、いわゆる第三セクター企業による専用が可能となった。 続いて12月26日には道路施設協会を分割し、当該事業への民間企業を及び地方公共団体の新規参入も促進するとの閣議決定がなされ、同協会は財団法人道路サービス機構と財団法人ハイウェイ交流センターに分割された。2005年の公団民営化では設立された各道路会社が 道路サービス施設の事業と資産を引き継ぐことが決定された。その方針に従って、公団民営化3ヶ月後の2006年1月1日付で、旧阪神高速道路公団の路線における道路サービス施設が、阪神高速道路会社系列の管理会社に、公団民営化半年後の2006年4月1日付で、旧日本道路公団の路線における道路サービス施設、 旧本州四国連絡橋交団の路線における道路サービス施設、旧首都高速道路公団の路線における道路サービス施設が地域ごとに各高速道路会社系列の管理会社にそれぞれ承継された。なお、道路会社に引き継がれなかった j サパとハロースクエアが持っていた一般道路分のサービスエリアとパーキングエリアは財団法人高速道路交流推進財団に 承継された。道路法道路法により道路管理者の専用許可が必要となる施設として、法施行令は以下の施設を掲げている。高速自動車国道または自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所高速自動車国道または自動車専用道路の連結路付属地に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設これまで。 SA 等の敷地は全域が道路区域に含まれていたためエリア内の道路サービス施設はいずれもこの法令に従い設置されていた。公団の資産たる道路区域の上に事業者の資産たる道路サービス施設が専用許可に基づき設置されていたわけである。公団民営化に伴う権利関係の変動公団民営化に際し、 j サパやハロースクエアなどの財団法人が所有する休憩施設等の資産は敷地と一体で各道路会社が承継し、機構は所有しないものとされた。従来の事業者である各財団法人は事業と資産を道路会社に譲渡し、解散することになった。このスキームに沿って当該道路サービス施設の敷地は道路区域から外され土地建物一体で、 道路会社に帰属することとなった。これは道路法の縛りから外れ、しかも気候とは無関係に事業展開できるようになることを意味する。一方、残りの敷地やトイレ等は道路区域として気候に承継されている。合わせて改正された各法令では、道路サービス施設をこれまでの道路を専用して設置できる施設としての位置づけに加え、道路に連結できる施設、 としての位置づけも想定した整備がなされた。高架下の PA など一部は道路区域のまま損置するものも存在する。また、第三セクターなど他の団体が専用主体となっているいくつかの SAA、PA は敷地を道路区域として機構が所有する従前のスタイルで運営されるものとみられる。インフォメーションコーナーサービスエリアの大半及びごく一部のパーキングエリアでは インフォメーションコーナーと呼ばれる案内書を設けている。インフォメーションコーナーがない施設でも場合によっては情報端末による情報案内が入手できる場合もある。なお、中日本高速道路管内ではサービスエリアコンシェルジュという名称を使っている。ここではインパーチン時間の料金案内や交通情報、地域情報、ベビールームの貸し出し、無償による 飲料水やお茶の提供等を行っている。記念スタンプもあり、置いてある台紙に自由に押して立ち寄った記念にすることができる。サービスエリアパーキングエリアスタンプと呼ばれている。ネクスコ東日本、中日本、西日本のインフォーメーションコーナー及び、サービスエリアコンシェルジュでは、ハイウェイメディカルコールというサービスが実施されている。高速道路使用中の病気や、 怪我の応急立て方法などの医療相談に対応する専用の電話が設置されている。エリアガイド道路施設協会当時は該当する高速道路周辺の地図とサービスエリアパーキングエリアに関する案内を記載したエリアガイド折りたたまれた地図を配布していた。その後の2005年の道路サービス機構ハイウェイ交流センター以降後も配布は継続するも各高速道路会社ごとに 地図の配布事情は異なる。東日本高速道路は折図を廃止。2006年4月より角川とタイアップしてハイウェイウォーカーを発行。中日本高速道路はサービスエリアガイドとして折図を継続。合わせて情報誌高速家族を配布。西日本高速道路は高速道路ガイドマップとして折図を継続。合わせて情報誌 U、U。 ウエストを配布。中日本エクシスから全国の高速道路地図を掲載している。全国版高速道路地図が全国のサービスエリアコンシェルジュ及びインフォメーションコーナーで販売されていた。宿泊施設東名高速道路足柄 SA、上り線、名神高速道路互い SA、下り線、関門自動車道、丹の裏ピエ下り線、東北自動車道佐野 SA 上り線。 山陽自動車道、宮島 SA のぼり線、徳島自動車道吉野川サービスエリア、ハイウェイオアシスには、それぞれ、レストイン足柄、レストインタが、ファミリーロッチ旗子屋段の裏 PA 店、E、ネクスコロッチ、佐野 SA 店、ファミリーロッチ旗子屋宮島 SA 店、ファミリーロッチ旗子屋吉野川サービスエリア店という名の、ハイウェイホテルが設置されている。詳細は、各 SA、 PA の項目を参照。カリアハイウェイオアシスには観覧車やスーパー銭湯も設置されており、カリア PA の利用者も利用できる。給油所高速道路外のガソリンスタンドとは異なる独自の価格決定方法を持っている。一部のエリアにはセルフ式のスタンドも存在する。2000年以降に新規開設されたガソリンスタンドはセルフ式となっていることが多い。なお、 高速道路のガソリンスタンドでは、基本的に産油種のみを取り扱い、灯油を取り扱うガソリンスタンドはない。なお、新東名高速に設置されているガソリンスタンドは、大型車友人、普通車セルフとなっている。ハイウェイオアシス一部 SAPA には、高速道路外の都市公園、地域振興施設として、ハイウェイオアシスがエリアに隣接して設置されている。 高速道路の料金所を出ることなく、エリアに隣接する高速道路外の公園、レクリエーション施設を利用できる。道の駅に指定されている、ハイウェイオアシスもある。特殊な形態を持つ SA の例ベップ1、サービスエリアアメリカなどでは、レストエリアと呼称する道路休憩施設がある。アメリカは、国土が広く高速道路網も整備されているが、レストエリアは、あまりない。また、 アメリカのレストエリアはトイレや飲料の自動販売機などしかないところがほとんどである。アメリカでは高速道路は無料区間が多く、高速道路の各出口にはファーストフード店、ガソリンスタンド、ホテルなどの表示が設置されており、食事やトイレ、給油などが必要な時は表示を頼りに一旦高速道路を降りてから利用するのが一般的である。 ドイツの道路休憩施設は、駐車だけのスペースのもの、お手洗い付きの駐車場、給油所のあるタンクシテレ、さらにレストラン、売店、簡易宿泊施設などを併設するラストホーフなどと、機能別に大きく4つに分かれる。ありがとうございます。